チャレンジ荒川もんじゃを作ってみよう。荒川もんじゃは手で作らなくていいそうで、はい、ルールなし。ルールなし。ひき肉が入ってるのも特徴らしい。もうだってこれ炒めてるひき肉ですよね。いやもうちょい言っていいか。なんかなんとなく。大好きですお好み焼きともんじゃ。じゃあ何にもしなくていいみたいです。やってもいいし。初心者の方でも誰でも簡単にできるよ。もんじゃ。ハードルを作らないというか、土手を作らないというか。あ、ここら辺いけるかな。あ、いけそう。あ、ほらほらほら。ペターができてますよ、ペターが。ここら辺。これも。絶対熱い。おいしい。こういうの。満足。あなたもチャレンジ。Find My Tokyo。